この一言に傷ついた。交際相手に言った、言われた最悪の言葉とは？思い出すたびに心が痛むあの言葉。傷つけた、傷ついたあの一言って、いつまでも胸に残ってしまいますよね。なぜ私たちはそれを、しかも愛し合った人に口にしてしまうのでしょう。全国10カ所に結婚式場を展開するアニベルセルが、20歳から37歳の男女1400名に、傷ついた言葉、傷つけた言葉についてのアンケートを行いました。今回はその結果をランキング形式でご紹介します。はじめに、言われて傷ついた言葉からどうぞ。それぞれ3位には、とてもストレートな言葉がランクイン。対して4位の言葉は、瞬間的な破壊力こそないものの、じんわりと重く響いてくるような言葉ですね。男女を問わず、相手の容姿についての悪口だけは、何があっても NG ですよ。続けて、言ってしまった傷つける言葉、ベスト5です。5位の言葉は、シチュエーションが目に浮かぶようですね。売り言葉に買い言葉で口にしてしまった言葉なのでしょう。男性4位の興味ないという言葉、普段何気なく口にしている人も多いのではないですか。何でもないような言葉でも人を傷つけてしまうこともあるということですね。繰り返しになりますが、容姿の悪口はダメ、絶対。これは恋愛マナーの基本中の基本。特に男性上位に見られるので、覚えておいていただきたいものです。少数派の回答の中から、ユニークな例もご紹介しましょう。それって、普通はお付き合いを始める前に言うことですよね。鬼一族？鬼って先祖代々続くものだったんですね。またアンケートには、影の1位とも呼ぶべき言葉がありました。それは、忘れた、わからない、覚えていない、です。実はこのような回答が半数近くあったのです。傷つける言葉を言ってないならほっとしますが、もしかすると言ったことを忘れている場合もあるのではないかと。いずれにしても、きつい言葉を口にしそうになったとき、自分が同じことを言われたらどう思うか、反芻してみることは大切ですよね。アニベルセルは、幸せは祝福されると記念日になるをブランドメッセージとして掲げています。人生最大の記念日であるウェディングを迎えるまでの男女の方々に、悔いのない恋愛をしていただきたいと願っています。ぜひとも、傷つく一言ではなく、幸せにつながる祝福の言葉を交際相手にたくさんプレゼントしてあげてください。